なたえこです。プリンセスリーグ B ブロック選手紹介、今回はさつきまりこプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。するしない、よろしくお願いします。お願いします、はい、プリンセスリーグ選ばれました、はい、濃いメンズの中ですけど、その中でも実力者の一人なんじゃないでしょうか。マスターズ優勝はもう輝かしい成績です。はいどうなの、どう、自分ではどうなの、はい、このメンツのメンバー並び見て、並び見てそのプリンセスっていう響きの中に私っていて大丈夫かなと思ってます。そう、なんて言うんですか、私なんかどっちかっていうと、うん、なんか赤ずきんちゃんとかヘンゼルとグレーテルとか、なんかその童話系だと思うんですよ、うんうんうん、そあのね、うん、なんとか姫みたいな感じじゃないじゃないですか、うんうんうん、なんでなんかこのそのプリンセスリーグっていうのがあって、うん、それに出れますよって言われて、うん、まず思ったのは、うん、メンツがどうとかそういうことじゃなくて、うんうん、私プリンセスじゃないけど大丈夫かなって思いました。はっきり言うと、うん、はい、出てる全員がプリンセスではないよね。確かにそれなみたいな、ね、そうだね、そうだね、で、うん、なんか多分みんな思ってる心の片隅に、あ、私プリンセスじゃないんだけど、じゃないし、これ勝ったら初代プリンセスかみたいなのは多分思ってる。あ、日向さんも思いますか。初代プリンセスって言うし言われるのかって思うとちょっと、うんうんうんってちょっと思うよね。もう、うん、でもなりたいでしょうね。プリンセスになりたいよね。プリンセスになりたいんですか。わかんないけど、私でも王子様とかになりたい。王子様になりたいよね、うん、私だったら王子様でもいいですか、うん、あ、じゃあプリンセスの枠から外れて、うん、王子様になりに行くってことかな。王子様になりに行く。王子様になりに行く、うん、この臨時戦どうする、はい、名前変えます、優勝したら。じゃあ優勝したらプリンスにする。いや、プリンセスじゃなくて、そしたら王子様です。赤ずきんとかしようよ王子様のくだりも一切カットで赤ずきんちゃんに戻るんだ。最初のやつに戻るの。ごめんなさい、はい、戻る。こういうとこあんま好きくないですよね、私のでも今は言えないの。いやいや、好きじゃないけど、うん、こういうのも好きな風な面白さは持ってるよ。いや、ありがとう。面白い人は好きだけど完全会話をへし折る癖が強いよね。あ、気をつけます、うん、前も言ってた、うんうん、ごめん、じゃ気をつけられないから合わせてください、うん、あ、こっちがね、うん、ごめんね、企業型になってすいません、推薦でした。プリンセスリーグの最後、はい、意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、初代赤ずきんになるぞ。おー、今日はプリンセスだぞ頑張ってください。ありがとうございました